はい。シリーズですね。はい。フロッキー加工を、こういう T シャツになりますね。はいはいはい。こういう、ちょっともうフロッキー加工してるので。これがね、ちょっと分かりづらいかな。これあのね、カモフラの柄なんですよね。カモフラの柄焼きで、これホワイトなんですけど、こっちの方が分かりやすい？このブラックの、これブラックの方が分かりやすいかな。こんな感じ。こんな感じです。こんな感じ。フロッキー加工がされている、これ総柄の T シャツですよね。はい。これもすごく、遠目は無地ライクなんですけど、近づくとね、こんな感じで、フロッキーのこういうプリントが入ってる。そういうシャツです。これとか本当に艶っぽいね。あ、そうですね。ね。こういう。大人っぽい。これ白と黒っていうのがいいですよね。これカラバレが。非常に渋い。アイテムになってます。フロッキーって何ですか、海ちゃん。フロッキーっていうのが、なんていうんですかね、ここのこういう、わかりますか、この柄があるんですが、うん、ここにじゃこういう凹凸感、なんかエンボスとはまた別なんで、エンボス加工とはちょっと別なんですが、はいはいはい、ちょっと、なんていうんですかね、こうちょっとフェルト地のものをこう接着させてるような、あ、ちょっとこう浮き出てる感じのね、そういうのでちょっとこう表情を出してるような表情を出してる、はい、感じはい、梅ちゃん、はいそんな感じでございます。あの梅ちゃん解説、フロッキー大丈夫でしょうか。はい、ちょっとだから普通のプリントじゃないんやね。ちょっと、ね、ちょっとこの、あの立体感があるというか、出してるような柄行きに ね、はい、そんな感じでございます。こちらの方がお値段が5900円になりますね。はい、5900円です。お求めやすいです。はい。T シャツのバージョンと、はい、あとこちらのバージョンですね。こちらのバージョンは何でしょうか、これは。こちらのバージョンがモックネックのラグラン。ラグランでございます。モックネックでございます。これ、こんな感じですね。これだからゴルフとかいいよね、この辺ね。使っていただけます。うん。すいません、ライブ何時までですか。すいません。あのね、本当はもう終わる時間帯なんですけど、ちょっと押してます、今日。ちょっとまったりね、まったりちょっとしすぎちゃってますね、今年ね。すいません。もう私も最初にもう 1時間使っちゃったんで、私が。すいません。ライブはね、もうちょっとやります。もうあと最後にね、おすすめの G3 っていうね、ブランドやりたいので、もうちょっと見ていただけましたら、助かるんですけども。梅ちゃん、マスクと T シャツの色をコーディネートしてますね、と、お褒めの言葉をいただきました。もう、この、はい。グラディーションコーデを。たまたまですね。たまたまですね。ありがとうございます。はい。モックネック。モックネック。はい。これも5900円で、これも白と黒とやってるね。はい。はい。それから、はい、行きましょう。次。こちら、シルケット加工の、こう、フラワー、こうジャガードですね。こういうと見えますか。日付またいでも最後まで見る覚悟です。ありがとう、嬉しいね、梅ちゃん、こんな言ってもらって、もう日付またいでもいいって。じゃあちょっと待ったりしようか。もうちょっと待ったりしようか。僕途中で寝たらあかんやろ。はい、すいません。はい、これが、はい、ごめんなさい、どうぞ。こちらがうん、こういうフラワーのこうジャガードを施してて、で、はいはいはい、シルケット加工がされてるデザインですね。うん、でちょっと艶っぽい、そうですね、加工ですね。こういう光沢感だったりとか肌触りですね。うんうんうん、それがすごく、これわかりますかね。ちょっとね、フラワージャガードってちょっとね、花柄みたいなのがこう浮き出てる感じです。ジャガードでね、こう入ってる。で、生地自体はこういうちょっとね、表面艶感が、光沢感がある生地なんですけども、はい、これも本当に遠目はね、白 T に見えるんですけど、近づくとね、こういう面白い、フラワーのジャガード柄が、お茶でも飲んでありがとうございますもうみんな優しいな、優しいですな。ちょっとこれが白と白 と、ネイビーか、あ、ネイビーかな、そうですね、あ、はい、うん、白とネイビーの二色展開、
梅ちゃんの品の良い控えめな声が素敵やって、ね、めっちゃいい女子の、素敵って言われてるよ梅ちゃん。もうのんびりしてるので僕は。のんびりしてるので僕は。はい、これがネイビー、ネイビーにこれは黒のプリントあれかな、ジャガード黒っぽい、ね、こんな感じですね。ちょっとツヤっぽい柄が入ってる、光沢が入ってる、これ本当にツヤツヤしてるの、光沢感があるね、この T シャツ。そうですね、うん、上品なツヤ感が、そのあのツルツルのツヤツヤではなくて上品なツヤ感が、これシルケットなんで上品なツヤ感があります。これが2色展開、5900円。はい、 T シャツは44から53、いや46からですね、46、48、50の3サイズです。 ML、LL ですね。はい、こちらは日本製でしょうか、日本製になるのかな、こちらではね、そうですね、はい、日本製でございます、ありがとうございます。でこれが5800円、5900円か、5900円ですので、生地もね、すごくね、高級感のある生地ですので、お安いと思いますよ、5900円って。ありがとうございます。はい。だからこういうね、スポーティーな無地のジャケットとかでも、これ合わせてもらったらね、はい、結構顔立ちするので、うん、夏場とか、夏場とか非常に活躍しそうな、はい、柄シャツでございます。ベーシックな柄シャツです。上品な柄シャツです。はい。はい。これが、これもクルーとあれがあるのかな、モックネックがあるのかな、こちらの方ですね、モックネックの、2パターン、デザインはさっきと一緒です、ラグラのモックネックで、色展開も2色展開です、はい、でお値段も同じですね、5900円ですね、こちらですね、はい、こんな感じでございます、はい、はい。これが次があれかな、ラグランかな、 この辺はちょっとね、ゴルフラインというかゴルフで着ていただけるようなモックネックのデザインね、でこれが切り替わってるんかな、そうでとね、今すごいこういうベージュ色が、はい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 、人気で、はいはい、まあGステージの商品でもかなりそういういろんなところで、うん、こういうベージュ柄のアイテムとかを作ったりして、うんうん、やっぱり売れるんですね、このベージュが、そうですね、はいはいはい、あれかな、大人っぽいんかな、やっぱりね、色合いが優しい、ね、優しい、うん、梅ちゃんラストスパートって言われてるよ、ラストスパート頑張れ、はい、頑張れ、でこういうとこロゴを入れてますね、 G のロゴ、はい、ね、G ステージのね、こういう感じで、はい、ロゴが入ってます、はい、で表にもこういう GS というこういうちょっと可愛い感じのロゴが書いてます、合わせやすそう、はい、ありがとうございます。ちょっとねこういうデザインもんなんですけども、さっきゆめちゃん言ってたみたいに上品なね色合いでデザインをこうコントラストつけてるので結構着やすいですよね、合わせやすいです、確かに、ありがとうございます。うめちゃん突然暑くなってきた、暑くなってきた暑くなってきたって、うめちゃん暑くなってきた、暑くなってきました。どないやねんそれ。どんな、もうちょっとまったり度合いがちょっとな、ちょっとまったりがちょっとひどくなってきてますね、めちゃね、ちょっとね。はい。ありがとうございます。もう10、ごめんなさい、10時半回っちゃいましたね、これ。はい、回っちゃいました。はい。ちょっと急ぎましょう。はい。ですね。こちらのモックネックのデザインですね。はい、これが2色やってるのかな、ね、?2 色展開ですね。これが、さっきの、Tシャツ畳むの手伝いに行きましょうか。すいません。ありがとうございます。もう優しいですね、皆さん、本当に。はい。これがさっきと、カラーが ね、違う、こう、切り替えたデザインかな。色は一緒で、カラーをこう切り替えたデザイン。で、デザインは一緒ですよね。はい。はい。モックネック。これがいくらかな、これが、お値段の方が。9800円ですね、はい、はい、行きましょう、次行きましょう、こちらが、先ほどのシリーズのポロシャツバージョンですよね、ポロシャツバージョンもこれ2色展開、まあこれ今日ちょっと1色しかないんですけど、これも2色展開やっております、デニムにも合いそう、ありがとうございます、はい、デニムとかこれもね
顔立ちするポロシャツでも1枚でね顔立ちするので、夏のスタイルとかにもすごく使えると思います。デニムとか確かに合いますよねこれね。はい、ちょっと先ほどとはちょっとこのロゴの入れ方ですね、うんうん、がちょっと変わってますね。 G ステージっていう、そうですね、入ってる感じ、はいそれは、はい、それは伸ばしてんのか今のそれゆ今揺らしてたけど揺らしてたけど大丈夫、それは伸ばしてるんかそれは、うん、ちょっと揺れてましたね今梅ちゃん、はい、可愛い ロゴデザインですね。はい、ありがとうございます。Gステージのこの辺はちょっとね、さっきの蜂のやつとかもちょっと可愛いロゴをやってます今年は。はい、これが二色展開ですね。はいはい、これかな、はい、こちらですね、はい、でこれがさっきあの、ジャケットでもあったね、これあの、サッカー素材、こういうストライプとボタニカルのねこのサッカー素材を前目黒に使ったラグランのポロですね、はい、はい、こちらもやってます。これも1色しか今日用意できなかったんですけど、これも2色やってます。はい、こんな感じです。ございます。はい。それで次は何行きましょう。次は先ほどちょっと、うん、ちらっとご紹介させていただいた。はいはい。あ、値段ごめんなさい。値段ごめんなさい。値段言ってなかったです。こちらが11,000円。11,000円です。すいません。ありがとうございます。はい。では続きましてもうちょっとバグってきてますか梅ちゃん、大丈夫はいはい、これさっき紹介したやつね、はい、ちょっと紹介させていただいた、うん、サッカーのパンツですね、あの先ほどのドットヤーと同じ系のパンツ、はい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 、ごめんなさい、洗濯可能ですか。洗濯可能です、大丈夫です、洗濯できます、はい、はい、ごめんなさい、ドットエアのパンツですよね。でこちらの方が、はい、この水色、明るいブルー、そうです、ね、はい、それとこのグリーン、いい色ですね、これエメラルドグリーンというかちょっと濃いめのグリーンなのかな、はい、綺麗なグリーンです、エメラルドグリーンに近いかな、はい、それとこちらがピンク、はい、うん、ピンクですね、はい、3色展開です、3色やってます。でデザイン的なところはあのこの辺のあれかな、このそうですね、Gステージのねこの文字が入ってる、こういうロゴが入ってるね、こういうベルトの部分、ゴルフ場で映えそう、そうです、これゴルフ場で使います。これ説明してください梅ちゃん、ゴルフ場、ゴルフ場でこのデザイン的なね、これここがね、ここにねこういうね、はい、T をこう入れるね、こういうのがついてたりしてます、ここの膝のところ、ももの部分かなとか、あとはねこういうここにこういう D 管がついてるんです。だこれとかにこういうあの僕ゴルフしないんでわかんないですけど、このリモコンとかねカートのやつとかこう引っ掛けるのにねこういうのがやっぱり必要ということで、結構このゴルフで着るような仕様に結構今回このカラーパンツはそういう仕様もつけてますね。ここのウエストのところがあのこの G ステージとかゴムになってるので、ああフィットするのかな、そうですね、ああはいはいはい、はい、すごく履きやすいアイテムです、はい、はい、ありがとうございます。これお値段いくらでしょうか。15,000円、15,000円でございます。皆さんありがとうございます。3色展開です、はい、頑張ろう、もうちょっと頑張ろうはい、でこれが短パンかな、ね、ショートパンツ、はい、シアサッカーですね、のデザインですね、はい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 、これもオーソドックスなさらっとしたシアサッカーですよね。だこれが特徴がちょっと裏側のこのまたベルトがのところがこういう形で切り替わってるのかな、ここの背中のところとか ね、はい、こんな感じで切り替わってます。もう本当にこの部屋も定番に鉄板で使えるパンツですので、ごめんなさい、裏地はどうなってますか。あ、ごめんなさい、さっきの裏地ですかね、さっきのパンツの裏地かな、ごめんなさい、裏地はもうね全く
何もついてないです。こんな感じで、ウエストのところはこんな感じか、同色のこういうちょっと、ポリエステルの裏地がついてて、あとはもう何もついてない感じですね。さらっとこう着ていただける。これはドットエアっていうのがこういうね、表面感、これが凹凸があるので肌離れがすごくいいので、ありがとうございます。すいません。はい、はい、でこちらの方が2色展開かな、このこちらの色とグレーかな、グレーとブルー、はい、こちらのグレーですね。はい、2色展開でございます。はい、もうこの辺は鉄板の短パンですね。はい、はい、でちょっとこういうコインポケットがついてる感じです、ここにね。はい、これはお値段はいくらでしょうか。9000円ですね、になっております。はい、はい、行きましょう梅ちゃん、ラストラストラスト、これはね、ラストはもう梅ちゃんのね力作ですから、もうこれもうこれで何1時間ぐらい語れるんじゃないの、この今から日付ちょっと日付超えるぐらいまで語れるんじゃないの、これ。あ、ごめんなさい、さっきの、ごめんなさい、膝上短いですか。あ、さっきのこのショートパンツですね、ショートパンツはね膝上ぐらいですね、ちょうど、ごめんなさい、膝上ぐらいの丈感です。ちょっと梅ちゃんどんな感じかな、わかるかな、これね。そうですね、膝上ぐらいです、膝上ぐらいの丈感ですね。はい、こんな感じです。はい、こんな感じです。はい、すいません、膝上ぐらいです、ありがとうございます。で、これが、新しいライン、今年、この春夏でやってるやつだよね。はい。こちらの方が G3 っていう、ちょっと新しいラインで、ちょっと展開、この春夏から、させていただいてるラインになります。うん。で、まあ、あくまでもこう G ステージのちょっとテイストですね、イタリアンカジュアル。うん。で、ちょっとこういう、まあ、G ステージならではの、こう、ツヤ感ですね。うん。うん。で、まあ、大人が着る服っていうのをベースにしながらも、うん、ちょっとこういう緩く着ていただけるような柄であったりとか、うんうんうん、シャツの形はオープンカラーに、うん、リラックスした感じだね。はいはいはい、ちょっとまあ、G ステージの、まあ、従来のお客様に合わせて、うん、まあ、ちょっと新しい企画として、うん、まあ、もう少し幅広い年齢層のお客様にも買っていただけるような、うん、ちょっと新しい企画として始めました。ちょっとこう今の気分っていうか、ちょっとリラックスしたそういうのをこう取り入れてもらうような感じかな。はい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 、これめちゃくちゃ使いやすいですよね、このオープンカラーのシャツ。これ僕もね、撮影でこれいっぱい使ったんですよ。これめちゃくちゃ使いやすいですよ、この形。これスクエアカットになってるんですけどね、裾がね。だからこう出しても着れるし、中入れても着れるし、で、ここのね、襟の開きが絶妙。これ絶妙やね、これ。絶妙ですね。これは梅ちゃんが考えたかな、これ。梅ちゃんデザイン。はい。はい。普通。梅ちゃんデザイン。これ、中に T シャツ着てもいけるし、これ着なくてもね、全然やらしくないです。これ1枚で全然着れます。だから、羽織物としても着れるし、一枚でも着れるし、ジャケットのインナーにも着れます。これインナーにもね、これモデルさん着てる画像とかまたね、改めてお見せしますけど、この上にジャケット着けても丈ね、出ないので、はい、出ました。オーバーシャツ、何ですか、オーバーシャツ、はい、出ました。はい、出ました。これがあれかな、フランスの生地屋さんね、これ生地はね。テックスの生地で。こういうちょっと、まあ、レディースで使われるようなこういう柄ですね、うん、柄を使ってまして、うん、はいはいはい、もうかなりそのまあどちらかというとガリコリカミチェリアではこういうちょっとまあ中には大柄のものもあるですけど、うん、こういう柄に比べてかなり大きいもう大柄を使ってるちょっとインパクトのあるね、日焼けしてきたいです。ありがとうございます。これ短パンとかでも合いそうですよね、これ ね、 そうですね、夏場ね、これね、めっちゃ長い間着れると思いますよ、このシャツ。もうこの形本当に絶妙です。本当にインナーにも、羽織にも、シャツ地でも着れますから。ありがとうございます。こちらの生地が、ちょっとポリエステル
ポリエステル地なんですが、うん、かなりあの柔らかくて落ち感がある、ね、ああちょっとテロッてした感じかな。はいはい。 G ステージとの違いは何ですか？でもやっぱり、うん、あの G ステージってもう元々はこういうセットアップとかで、うん、はい、ちょっとあのかっちりかっちりというか、まあイタリアンカジュアルな、うんうんうん、あのこういうデザインシルエットであったりとか、うん、パンツだと、うん、まあこういうちょっとあのテーパードがかかってる、はい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 、シルエットですね、はいはいはい、なんですが綺麗めなね、そうですね、うんうん、で、今回させていただいたらこういうちょっとあのシャンブレーのパンツなんですけど、はい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 、ちょっとワイドシルエットですよね、これね、こういうワイドシルエットで、うんうんうん、あのシルエット的にはこうゆったり着ていただける、楽、うん、に着ていただけるようなこういうデザインを作っています、うん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 、これもあえてそういうリラックスシルエットを採用してるってことよね、この G3 でね、そうですね、うん、だからこれあの全体を G3 で統一しなくても、 G3 の中のその例えば先ほどの解禁シャツであったりこのパンツであったり一点だけ投入していただくだけで、ちょっとほんのりその時代性というかそういうのを取り入れてもらえるというような、あの今のそのあの大人の皆さんの品あるスタイルにちょっと G3 のアイテムを1個足してもらったら、ちょっと今っぽいあのそういうテイストを足せるっていうようなね、そういう感じですね。ゆったりだけど綺麗な感じですね。ありがとうございます。これほんでね、カチオン、カチオン紙使ってるんですね。カチオン糸。あ、こちらシャンブレー。シャンブレーのね、これだからこうどうですかね、こう表面にこういうちょっとフェードがかったこういうね奥行きのある色合いになります。これカチオンの糸と普通のポリエステルの糸と使っているので、こう色分けがこうできるんですね。なんでのっぴりしてないんです。だから理念ライクがねすごいね、理念っぽい涼しいで、さっきゆめちゃんが言ってたように落ち感がすごくあるので、これ今日ちょっと履いてないですけど、私まだね YouTube あのライブ配信で履きますけど、すごくね落ち感があってあの上品な感じです。ありがとうございます。綺麗な感じですね。ありがとうございます。もうシルエット自体がこうかなり緩いシルエットなんですが、うん、こうシャンブレーのこういう光沢感ですね、上品な、うんうんうん、こうね、でもシャンブレー自体すごいあのしっかりしてる生地なんですけど、うん、もうかなりあの薄い柔らかい生地なので、柔らかい生地、はいはいはい、履きやすいですし、夏でも着ていただけるデザイン、デザインになってます、うん、これが結構あれかな、あのカラー展開やっぱやってるのかな、カラー展開にしてます ね、生地にこだわるところがいいよって梅ちゃん、生地にこだわってますねってやられてます、ね、ちょっと寝てんじゃん、大丈夫大丈夫、ちょっと口数が減ってきたけど大丈夫、うん、いつもですね、いつももうもう梅ちゃんもうすぐ11時になるからちょっと頑張ろう、もう11時なので、ベネトレスですか、ありがとうございます、これはい、そうここありがとうございます、いいところ気づいていただいて、そうなんです、はい、これサイドのアジャストベルトがついてるのかな、これね、そうですね、うん、そうなんです、ベルトレスでございます、アジャストのベルトでサイドの両側にねアジャストのベルトがついてるので、ベルトレスで調節して履いていただけるタイプです。ありがとうございます。だからインした時も綺麗やね、これ中の、うん、そうですね、シャツインとか、うん、綺麗に着ていただけますので、ありがとうございます。で色が、こちらのグリーンと、ね、これかな、この黄色、イエロー、これもねパキッとしてなくてこういうシャンブレー状になってるので非常に上品なお色です。それとこちら薄いブラウンですね、これもブラウンですね、これも分かれますかね、こうシャンブレー状のこういう生地です。はい、これポリエステルでね本当にサラッとした生地なんですけども、見た目がねリネンライク、これは真っ白なんですけどね、真っ白のこういうオーソドックスなこういうパンツもやってます。そしてベージュカラーですね、このベージュカラーもやってます。これもちょっと微妙にこういうシャンブレーのねこう色さが出てます。
梅ちゃん声が頑張れもうね梅ちゃんね頑張ってるんですよ今の展示会でねもう毎晩すごい遅い時間帯までね梅ちゃん頑張って仕事してるんで今日もなすごい遅くなっちゃったねほんとね基本のんびりしてるんですけど11時オーバー大したのは、いや、ごめんなさい。もうすぐちょっと切れそうな、電池切れになりそうなんで、僕ら。終電に乗れるかどうかの。そう。ね、明日も展示会がありますから、ね、頑張って、もうちょっとです。はい。で、こちらの方がお値段が、12,000円。12,000円。で、になっております。で、さっきの解禁シャツも12,000円かな。そうですね。12,000円ですね。最近シャツも12,000円、はい、これ5柄なんですけどもあと1柄ちょっとね今日上がってないんですけどもう1柄やってます ね、 そうですね。でこのこっちがコットンでこっちがポリエステルかな、はい、はい、こういう柄着になってます。もうこういう合わせ方とかいいよね。このさ、ね、パンツ黄色のパンツ合わせたりね、こういうのとかねめちゃくちゃ可愛いですよ。これわかりますでしょうか。そんな感じでございます。これもめっちゃ使えるんで、これ。はい、ありがとうございます。はい、他は、これで、あれか、T シャツやね。T シャツ。はい。こちらの方が、うん、オーバーシルエットの切り替えの T シャツです、ね。ちょっと大きめのシルエットの T シャツやってます。こういうちょっと、クレイジーパターン。ちょっとこう。はい。こういう、これ袖とかと、あと裏側かな、裏側も変えてるのかな、裏側はこちら切り替えてる感じですよね。だから左右ちょっとね切り替えも違うデザインになってます。でこのストライプのところもこういう感じでね、あのモールストライプになってるのかな、こういう感じです。この切り替えがこんな感じで入ってます。素材は何ですか。素材がこちらの方が、あのシャツとかですね、モールの、シャツ地ですね、うん、それとカットの組み合わせになってます、ね、はい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 。これがね結構そのシルエット的にはちょっと今ね僕ら着てないんですけど、ちょっとオーバーサイズ気味のシルエットで可愛く着ていただく感じかな。そうですね、ね、こちらはだから1枚で着ていただく感じですね。1枚で着ていただきますし、はい、1枚でこうさらっと着ていただくといいかと思います。こういうあの G3 のこういうパンツと合わせてね、もう緩く着ていただいて、ちょっと緩めにね、はい、もうあのちょっと細身のデニムパンツと、はい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 、なるほど、もできますね。いい乗ってきたね梅ちゃん。最後の力振り絞って、はい、結構だから1枚で結構顔立ちします。これ素材はコットンですか？これコットンかな、この、ここはそうですね。コットンやね。はい、コットンでございます。ありがとうございます。でこちらの方がこういう、三色展開ですね。3色、まあこの切り替えのその生地を使ってる箇所をねちょっと変えて三色展開、これはあの前面をちょっとあの、シンプルにして裏面を切り替えてるのかな。裏面をねこれ切り替え、これちょっと分かりづらいんですけど、こういうねあの表情の無地ライクに表情のこうねある生地を使ったりしてるんですよ。こういう生地に切り替えたりしてます。こういうね同色ので、このタイプとあともう一色やってるのかな、綺麗なねブルーやってます。このブルーすごく綺麗ですよ。ブルーこんな感じです。ブルー、これバックはこんな感じで、これ分かりやすいかな、こういう形で切り替わってます。これめっちゃ可愛いです。これはい、で表見せてくれる、表はこうシンプルにね、こう袖がこっちとこっちと違います。こんな感じです。お値段お願いします。こちらお値段が、9000円プラス税でございます。ナイスです、いただいてます、ありがとうございます。ストレッチしますか、伸びますか。あ、そうですね、あの一部こういうあのカット地を使っているので、もちろんあのストレッチが効いてますし、これ、うん、素材使ってるね、あの素材が違うので一部伸びる素材も使ってるしって感じだね。はいはい、こんな感じでございます。
大丈夫でしょうか。大丈夫でしょ。いける。大丈夫ですかね、皆さん。すいません、なんか今も20人近く見てくださってありがとうございます。もう11時なんで、そろそろ僕らも帰らないといけない。電車乗らないといけない。ありがとうございます。すいません。あ、最後に可愛いいただけました。はい、可愛い梅ちゃん可愛い言われてます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、服のことやけどね、今言ってるのね。服。はい。はい、こんな小ボケも入れながらもう、時間も遅いんでね。はい。ありがとうございます。ちょっとね、最後ごめんなさい。もう、時間配分がちょっとミスっちゃって、もう駆け足になっちゃって、すいません。ありがとうございます。お疲れ様です。うふふいただいてます。ありがとうございます。止まる、止まるって言われてますよ。止まる。もう止まる梅ちゃんな、もう。ここにですか。ここにな。はい、すいません。ちょっとね、今日は本当に遅くまで、もう11時になっちゃいまして、ありがとうございます。今日と長丁場になっちゃってありがとうございます。ちょっとね、またね、詳しくはね、最高でしたよ。ありがとうございます。本当に長い間見ていただいてありがとうございます。もう本当に2時間ですよね。もう最初から本当に見ていただきましてありがとうございます。ちょっとね、詳しくはまたね、インスタライブでまたお伝えしてまいりますのでね。はい。また見に行きます。ありがとうございます。もう本当に長い間、ありがとうございます。もうね、はい。梅ちゃんもちょっと、目がちょっと死んじゃってますけどね、もうね。梅ちゃん、ね、うん。今日どうでした？今日はちょっと初出演でしたけど。そうですね。うん、ちょっとちょくちょく、まだ、出させていただいたカメラマンとかも。こういうふうにちょっと商品のご紹介を、うん、まあ、こういう、うん、インスタライブを使ってさせていただくのが、うん、ほぼ初めて。そうやね。実際こういう、お客様のお声であったりとかを聞かせていただいて、うん、まあ、それをまたこう商品に反映させていただいたりとか、うんうんまあ、そういう生のやっぱりお声を聞き、この、はい、あれコメントとかで聞けるのがもうすごい、うん、こうダイレクトにね、そうですね、来ますからね。もうありがとうございます。もう本当に皆さんありがとうございます。もうね、本当にこの、眠いですか？眠たいね。眠たい、もう重視なんて。真面目。コメントが真面目。真面目言われてます。もうちょっとボケがもうちょっと出なくなってきたかな、もうね。時間帯がね。うん、カメラワークでボケるしかないっていう。すいません。はい。すいません。ちょっと、二人ともちょっともう、電池切れになっちゃってまして、すいません。もう、皆さん本当にすいません。もう、遅い時間帯まで。ありがとうございます。ちょっとまたね、詳しくはね、またお伝えしてまいりますので、今年の春夏もたくさん、面白い商品やってますので、皆さんありがとうございました。はい。では、今日はこの辺で終わらせていただきます。梅ちゃん、最後にどうぞ。はい、バイバイ、いただきます。ありがとうございました。はい、これから家に帰ります。皆さん、おやすみなさい。ありがとうございました。すいません。ありがとうございます。失礼します。